こんにちは、藤原美智子です。今回は眉の基本的な描き方の説明をしたいと思います。まず描き始める前に知ってほしいことが、3つあります。まずは、指に力は入れないということ、それから眉頭と、それから眉山の基本的な位置、それから眉尻の基本的な長さを知るということ、それから、手鏡は使わないということです。でまずは力を入れないということですが、力を入れずに指に、力を入れずに眉を描く と、どんなに描いたとしても、まるで私はこのまま生まれ持ったものなんですっていうぐらい、とても自然で、そして品のある印象に仕上がります。で逆に力が入っていると、もういかにも描きましたっていうような印象になったり、ちょっときついような印象になったりします。なので、必ず、眉を描く時の指は力を入れないということです。では、そこを力が入っているかどうか、どうやったら確かめたらいいかというと、それは例えば、眉ブラシや、それから眉ペンシルを持っている時の、この人差し指のこの指の第一関節の部分にあります。この部分に、力が入っていると、人差し指がこうこんな風にこうへこんでるんですね。で力が入ってない状態というのは、こういう風にもう本当に添えてるだけ、ここがギュッとへこんでないという感じなので、絶対にペンシルやそれからブラシには力を入れないということ、もう本当に指はもう添えてる程度、こういう感じにして描くと、とても自然な印象に仕上がります。で次に、眉頭の位置というのはどこかと言いますと、例えば、棒を当てた時にどこに棒を当てるかというと、鼻筋とそれから目頭の間の先端のこのくぼみのところ、くぼみのところにこういうふうにまっすぐこういうふうにして眉毛に当てた、このラインのところに眉頭の先端があると、とてもバランスの取れた眉毛になります。でそれから、眉山の位置というのは、白目の上下の接点の真上、ここですね。今ちょっと鏡がないので見えないんですけども、ここですか、ここに、当てて、それから眉毛のこの筋肉をこう上げ下げした時に、こうポコッと出っ張るところ、そこの部分とここの、上の、交わるところ、交差するところ、そこが眉山の位置です。次に、眉尻の長さなんですけれども、眉尻の長さというのは、眉頭との底辺のバランスにおいて決まります。で眉頭の底辺の部分に、こういう感じですね、こう当てて眉尻の方に持っていった時に、このライン上に収まっているか、これよりもちょっと上ぐらい、それぐらいですと適切な眉尻の長さになります。例えばそれが形がどんなに綺麗だったとしても、眉頭の底辺よりも長くなっていると、それは下がり眉になってしまうんですね。なので、眉尻の長さは必ず、ここのライン上に収めるということです。または逆に、このラインよりもすごく上、つまりドドドドドとずっとまっすぐ、このまままっすぐ描いてる人もたまに見かけますけれども、でその方を例えば横顔を見た時にどうなってるかっていう と、この眉尻がこの生え際の方に突き刺さるような感じになってるんですね。でそうすると横顔がちょっと怖いっていうような印象になります。なのでだいたい眉尻というのはこの、髪の生え際とちょっと平行になるような感じで降りてると、とても横顔も美しく見えます。でそれから手鏡は使わないということなんですけれども、手鏡をこう持ってしまうと、肘見えますかね、肘もギュッと曲げちゃうんですよね。で肘が曲がっていると、手にも指にも力が入っちゃうんですね。なので、手鏡は使っちゃうと力が入っちゃって濃く描いちゃう、濃く描けてしまう。なので、だいたい眉というのは、
腕1本分離れたところの鏡を見ながら書くということ、つまり高鏡ではなくって置き鏡に向かって書くということです。でその距離感はだいたい目安は、腕1本分ぐらいです。で確かめるときは近づいたりとかしても大丈夫なんですけれども、だいたいその距離を持って描いた方が、だいたい、胸の下から、頭のちょっと上ぐらいまで見えると思いますけれども、それぐらい見えてた方が眉というのはバランスよく描けます。でこれが、例えば手鏡でこういうふうにして描いたときに完璧と思って、離したときにうわすごいっていうような、なんかすっごい濃く描けちゃったりとか、もしくは左右の形が違って見えちゃったりとか、っていうことは皆さん誰しもが経験しているかなと思うんですけれども、前なぜならば眉っていうのは、離れて描くということがとっても大事だということです。では実際に描いていきたいと思います。私ちょっと鏡を見ながら、遠い鏡を見ながら描きますので、目線はこちらじゃなくてこちらになりますけれども、皆さんも同じようにやってみてください。まずは、自分の、眉山の位置を確認してください。ここからまっすぐ行って、それから、眉の表情を上げた時にポコッとできるところで、それが交差するところ、私の場合はここなので、ここからまずはちょっと斜め下っていう感じで眉尻側を描きます。でもちろんその時の指はもう本当に添えてる程度です。でちょっと斜め下でまず描きます。でそしたらば今度は眉頭側と、眉山をつなぎますけれども、その時に、こういう風にして、斜めっていう感じで下側に降りていきます。で眉毛っていうのはだいたい一気にきちっと描くんではなくて、まずはざっと大雑把に描いていく、そしてそれでだいたいバランスをとってから細部を詰めていくというようなやり方をしてみてください。こんな感じにしてまずは全体を描いて、でその後に例えば私の抜けている部分を描いていきます。で今回は、眉ペンシルで、描きましたけども、大体の塗り方は、眉シャドウをと、それから眉ブラシを使ったやり方と一緒ですが、眉シャドウを塗って使っている人の場合は、この例えば抜けているところは眉シャドウでいくら埋めようとしても埋まらないので、その部分だけは眉ペンシルとの併用をおすすめします。で、抜けているところを埋めていくときはこんな風にして短く左右に振りながら埋めていきます。こんな感じです。全体はさっ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 さと、でもその時に、例えばカンカンカンと大きく動かすのではなくて、軽くつけっぱなしにしながら埋めて進めていくっていう感じです。そして細部のところは、こんな感じにして、例えばこれですと芯先が尖ってますので、尖っているところでなるべく左右にこう小さく振りながら埋めていく。でそうやって全体の濃さのバランス、抜けている、濃さのバランス、抜けているところをこういう感じで埋めていくということです。それから先ほど言いました眉頭のこの先端の部分ですね。ここは、私ですと大体この辺なので、もうちょっと描き足した方がいいかな。こんな感じにして埋めていきます。とにかくこんな感じにして顔全体を見ながら埋めていく。でそれからこういう感じにして、それから、眉尻ですよね。眉尻はここの底辺のライン上に収まっていれば OK です。でそれから例えば、今回は基本の眉の描き方なので、これぐらいにしますけれども、例えば次回例えば太眉に したいとか、それからもっと角眉、エレガントな角眉にしたいとか、ちょっとアーチ型にしたいというのはまた次回の、眉バージョンを作りますのでご覧ください。こんな感じにして描きました。こんな感じかな。埋めるときはで、それからこれで描きっぱなしでは絶対ダメです。その後にスクリューブラシで必ずぼかしましょう。まずぼかす場所というのはこの上のアウトライン上です。このアウトライン上にこういうふうにして、スクリューブラシを置いて、それをただこんな感じで撫でるだけです。こういう感じ。
大体、眉頭から眉山あたりをこういうふうにして撫でるだけで OK です。決して内側はこんなふうにしてぼかさないでくださいね。せっかく描いたのが消えてしまいますからね。もう本当にアウトライン上をこんなふうに軽く撫でるだけ。そしてスクリューブラシの使い方なんですが、一度こういうふうにして軽くぼかしたら必ずティッシュで拭いて、でそれからまた使うってことも癖にしておいてくださいね。でないとここについている、眉シャドウやペンシルの跡が上にもついたりして汚くなっちゃいますからね。でそれから眉下はここの、眉頭の底辺のみです。底辺のみのアウトラインを軽く触るだけ、ここだけです。で眉頭っていうのはだいたいこの斜め上に生えている、眉毛のあたり、そこを眉頭と言います。でここをこういうふうにしてぼかすだけ。それから眉頭の先端、ここですね、ここをきちんとぼかすことによってより自然な印象になります。でもちろんこれも薄く描いてる人の場合は、眉ペンシル、スクリューブラシだけで大丈夫なんですが、結構たくさん描いてる人の場合は、綿棒を使ってぼかしましょう。ここの綿棒で先端を軽く綿棒でこうちょっとくの字を描くような感じで、これも、ちょっとこうに変えながら、新しくしながらぼかしてください。でこれをアウトライン上を、たくさんぼかすとより自然な印象になります。で本当に軽くしかぼかさなければシャープな印象になります。そのぼかし方によって、出来上がる眉っていうのは違うということです。では次に、私は右利きなので反対側の眉にも変えていきましょうね。で大体同じですね。眉山の位置を確認して、でその時は、今ちょっと、ここがカメラだとすると、必ず腕を左側に持ってくる。こうではなくって、腕を必ず前左側に持ってきて描くということです。では描いていきますね。私今左側に持ってきています。で眉山から眉尻で、それからアバウトに描いたら、今度はどんどん眉頭方向を埋めていく。でその時にこのまんま、眉頭まで描いても大丈夫なんですけども、よりちょっと上級者編ですと、眉頭のあたりを描く時は、これは眉シャドウもそうなんですが、ちょっと眉頭のあたりからは今度は逆に外側から内側っていう感じにして、描いていくとより自然な印象になります。こう置いたところは必ず濃くなりますよね。でもこうやって滑らした時の反対側っていうのは自然な感じに力が弱くなるので、より自然な印象に描けるということです。もう一回言いますね。眉山から眉尻、それからこの内側、だいたい眉頭のところまではこの内側から外側で OK ですが、眉頭のあたりに来たら外側から内側って感じにスッ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 と離して描くと、より自然な印象に描けますということです。もちろん、慣れてない方はそのまんまここに持ってきて、で後でスクリューブラシや綿棒でぼかすときに、よりちゃんきちんとぼかすと大丈夫ということです。でそれからちょっとへこんでるところや毛のないところを埋めるときは、こんな感じにして左右に軽く振りながら埋めていく。こんな感じで埋めていく。でそれから後で、でそれから、スクリューブラシでぼかすというのは一緒です。こんな感じですね。反対側はもちろん、ちょっとやりにくいかもしれませんけれども、眉頭から眉山方向にぼかしてみましょう。でそれから拭いて、でそれから内側から外で、それから、スクリューブラシでぼかしてもいいですし、綿棒でぼかしても大丈夫です。こんな感じですね。で確認するときは、ちょっとこういうふうにしてみたりして、あ、ちょっと足りなかったかなと思ったらその部分を書き足す。
でもあくまでも描くときはだいたい真正面を見ながら描くということです。で確認するときはこういうふうにしてみたり、それから鏡でちょっとあここまだ抜けてたな、確認のために手鏡を用いるということです。いかがでしたか？うまく描けましたか？眉の描き方っていうのは人それぞれ癖がありますけれども、どうしてもうまくいかないとか、眉形が違うとか左右の形が違うとか、もっとなんか綺麗な眉に自然な眉に描きたいという方はぜひ今回の動画と、それから私のブログの方にも眉の基本的な描き方ということで載せてますので、この動画とそれから文章を合わせてご覧になって眉の研究をしていただければ嬉しいです。